ゃあ聞きましょうかね、話を。あれなんかしてる。何してんすか。お、糸の子さんじゃん。てか、よく見たら。え、のこちゃんなんで逃げるの。なんかみんな逃げてくんだけど、ゆみこさんもそうだし。みんな逃げてく。悲しい。糸の子刑事。三剣剣士が、剣士バッジを捨てたとき、自分どうしていいかよくわからなかったっす。糸の子刑事、君はついてくるの。言ったね、そういえば。てか、久しぶりだな、糸の子さんに会うのも。それで自分考えたっすよ。三剣剣士が、剣士じゃなくなったら、自分も刑事じゃなくなるっすか。そんなことはないだろう。そんなことはないね。刑事の仕事を、それは違うっす。自分は三剣剣士がいなくても刑事っす。捜査するのが仕事っす。刑事は剣士のためだけに捜査するんじゃないっすよ。もっともだな。だから、一人でも操作できなくちゃダメっす。なるほど。三剣さんに極力なんていうのかな。まあ、頼らないようにして、やろうと。それで一人で操作してたの。もし、あの時の。元部下に感謝することね。あ、そうだった。そう、糸の子さん、手貸してくれてたんだ、そういえば。糸の子に刑事が。ありがとう。かごめ翼の、解剖記録のことは、自分留置場に三雲ちゃんの様子を見に行ったっす。そしたら、僕くらいになるとね、真実なんて作れちゃうの。ちょいちょいと、あ、俺聞いてた、もしかして、この会話。一条三雲は犯人。僕はそういう真実を作り出すってわけ。くぅ。じゃあ知ってたんだな、糸の子さんも。いいね、いいね、その顔、その表情。あの時の会話を聞いていたのか。そうっす、だから、一人で証拠を洗い直したっす。のこちゃん、すごい、私のこと、助けてくれたんだね。みくもちゃん、記憶が戻って、ほんとよかったっす。ありがとう。わかったっすか。自分は一人で操作できるようになるっす。あ、のこちゃん、逃げないで。のこちゃんが一人でも操作できるのはもう証明されたよ。だって私のことを助けてくれたじゃない。手を貸してくれないか。だから、三剣さんが頼めば、君の力を借りたいのだ。今の私は検事でも何でもない。それでも事件を追っている。検事としてではなく、友人としてお願いする。糸の釘刑事、力を貸してくれないだろうか。タメ口でも構わん。やめてほしいっす。頭を下げている。三剣さんが、糸の子さんに頭を下げている。珍しいな。のこちゃん。わかったっす。わかったっすよ。自分に頭を下げる三剣剣士は見たくないっす。のこちゃん。感謝する。自分は何をしたらいいっすか。話しますか。いろんなことがありましたが、糸の釘刑事、君がしていた捜査について聞かせてほしい。はいっす、任せるっす。報告は全部で3つあるっす。まず1番目、鑑識に回していた三雲ちゃんの服っす。スヤミン 3Z。3Z か。スヤミン 3Z。という、極めて強力な睡眠薬の成分が出たっす。三雲くんはひょうたんこでその薬を嗅がされた後、ビッグタワーの屋上へ運ばれたというわけだな。その通りっす。そして2番目の報告はビッグタワーのエレベーターについている監視カメラの映像っす。あれか、エレベーターは一般には屋上へ行く唯一の手段とされてるっす。されてるっすよね。三剣さんかこれ。そしてエレベーターを使えばその姿は必ずカメラに映る。そうっす。つまりあの映像を一昨日まで遡ればそこには眠らせて運ばれているニコモちゃんが映っているはずっす。そうだね。じゃあ犯人もわかるじゃん。それじゃあノコちゃんもしかして、おとといの事件前の分から早送りで全部映像をチェックしたっすよ。それで収穫は、実は一切なしっす。ニコモちゃん、全然映ってなかったっす。あれ？まさかとは思ったが、なるほどな。ニコモくんがいかにしてタワーの屋上に運ばれたか。はあ、また、謎が増えたな。一度じっくり検討しておく必要がありそうだ。
大統領がいなくなったとも、いなくなったことともつながるのかな、それが。では最後だ。3番目の報告を聞こう。はいっす。一番重要な3番目の報告は、自分また、三剣玄師と一緒に捜査ができて、嬉しいっす。感想。全身全霊逮捕するっすよ。以上。苦労をかけたな、ノコギリ刑事。だが、それが最重要の報告かね。事件とは関係ないではないか。だが感謝する。だが感謝は。どうせならもう少し実益に、つながる報告をしたまえ。うぐ、この情け容赦のなさこそ、三剣剣ですよ。じゃあね、お願いしましょうか。少年が一人誘拐された、その捜索を頼みたい。誘拐事件っすか。誘拐されたのは相沢志望君だ。その角のある少年、え、知ってるの、知ってるのか。自分その子のことを見ていたっすよ。それは今朝のことか。そうっす、そのバスから降りてきたっす。そしてゴミ捨て場の方に歩いていったっすよ。ゴミ捨て場？あそこっすよ。ビッグタワーのオフィスから出たゴミを置く集積所っすよ。その後どうなったかはわからないっす。ちょっとゴミ捨て場調べてみようか。多分なんか痕跡が残されてるかもしれないですね。自分はこの場所を離れてしまったっすから、ゴミ捨て場を調べる必要があるな。じゃあゴミ捨て場を。いやー、なんかいろいろ新しい情報が舞い込んできましたね。じゃあちょっとあんまり重要じゃなさそうなところからちょっと話聞いていこうか。荷物さん、無粋な質問としてあえて伺いたいのですが、はあ、何でしょうか。殿様の新作が作られる予定はないのでしょうか。一ファンとしてね、一ファンとして気になる感じですね、これね。その恐縮ですが、それは捜査に関わる質問ですが、もちろん。いい、あくまでも個人的な質問です。部外者に話するわけには、もっともだ。もっともでござる。失礼しました。やはり無理だったか。だが、すぐさま否定しないということは、もしや期待できるのでは。本当にファンだな。いや、ありがとうございました。タクシーのうんちゃん。助かりましたよ。お先の分け合いの二人だな。また揉め事かい？早く飲んな。いや、今はとりあえずは。まあまあ、みんなまで言いなさんな。客の顔見りゃ大体わかる。新しい年で新しい女と新しい暮らしを始めるんだろう。駆け落ちか。さつでもさポリでも、軽くぶっちぎってやるからよ。さあさあ、人生の初乗り料金、暇よく払ってくれよな。いや、めっちゃかっこいい。俺この人嫌いじゃないけど、ただ違うわ。申し訳ないけど。先ほど妙に話が早かったのは、この性格のせいだったのか。いいやつだと思うけど。じゃあ、早見さんに話聞くか。俺、この人怪しいと思うんだよな。うちの活躍で、事件解決で大きく前進、たまりませんな。解決どころか、全然別の人を追いかけちゃいましたよ。うん、写真をちゃんと見てくれてなかったようだな。なんや、うちの情報がそんなにまずかったんやろうか。いや、不確かな情報源に頼った我々にも落ち度があった。まあ、確かにな。ちょっと待ってもらいますよ。不確かな情報源なんて言われたらうちも黙ってられへん。え？しゃあない。ほんましゃあない。とっておきのスクープ教えますわ。お？とっておきのスクープだと？なんだなんだ。期待せずに聞こう。スクープとは何なのだろうか。ボルモスですわ。あの大怪獣の実在を裏付ける決定的証拠。さあ行くぞ、ミクマ君。時間の無駄だ。行こう。待ってえな。ほんまなんですわ。信じられんかも。知れんけど。あまり時間がないのだが、致し方あるまい。決定的証拠とは、そのテープで何かを録音したということかね。さすが三剣藩。察しがへえな。ボルモスが炎を吐く音や、危うくこの辺、火の海になるとこやで。そう言われ、元だけじゃな。そないな顔して。嘘だと思うなら、聞いてみたらええんや。いいですか。火吹きますで。え？それでどうや。うん、叫び声がうるさくて、炎と言われればそうなるかな。早見さん、君はその炎とやらを本当に目撃したのかね。それが実はうちがこの目で見たわけがないんですよ。
うちはあれや、その場におらんかったもんやから。ん？ウォルモスが現れたなら、いくら席を外していても気づくのでは？いや、少し遠くから、ちょっと変わった録音方法で。盗聴か。でもその録音方法でやら、詳しくご説明願おうか。ふふ、墓穴掘ってもうた。あれ、この人、でも、ここで、真実を明らかにするということは、この人じゃないな、誘拐犯。実はうち、スクープを狙って、無線の傍受をしてたんですよ。無線の傍受？ゲホッゲホッ、ああ、大丈夫ですか、お坊さん。むせる坊主。すげえ発想力だな。無線の傍受だ。傍受とは、無線でのやりとりを勝手に拾って聞くことを言う。うち、ここ数日はずっと師匠とビッグタワーを調べていたんですよ。闇オークション事件を探っていた。あ、二人で探ってたんだ。すると当然、傍受もビッグタワーの周辺を中心に行っていたのだな。そうですわ。でも、その時、耳をつんざく轟音が。ついにボルモス出現か。高鳴ること、迫り来る気配。元の他はなんだか個人的な感想ばっかりですね。結局のところ何も見ていないというわけか。音だけってことね。まあ、うちは確保が専門やから。で、そのまま傍受を続けてたら、ついさっき、お嬢さんの声が鼓膜をドーンと。鼓膜をドーン？盗聴なんて卑怯ですよ。正々堂々と出てきなさい。あ、なるほど。ここの無線をキャッチしちゃったのか。盗聴、あ、なるほどね。そういうことか。なるほどな、速水さん。君は傍受している最中、三雲くんの声に驚いて転んだ。つまりその声は直接耳に届いたものではなく、盗聴器から出る電波を通じて聞いたものだったのではないか。え、じゃあもしかしてこの盗聴器を仕掛けたのは、うちはせいぜい傍受までや、盗聴なんて大層なこと。でもさ、でもこれはちょっと大きいことかもしれない。アメさん、そのテープだが、少々拝借しても構わないかな。なんか関係する音をさ、もう好きにしたらええですわ。自分で暴露した挙句取られてしまうという。水るぎさん、あ、ミリカちゃんたち。サロシロ君、ミリカさん、ちょっとあなたもね、大変ですね。見つかりましたか？バドなんです。どこにいるんでしょう、シモン君。シモン？あ、いやいや、なんでもないです。彼らは誘拐のことは知らないのだったな。この人たち、もうでも、探すの手伝ってくれたんだよね、ユミヒコさんを。それはなんとか見つかったんでね。一柳健二ならば、先ほど発見した。本当ですか？よかった。ありがとうございます。これでまた逮捕されずに。すみません。でもね、でも何の問題も解決してないです、実は。申し訳ないんですけど、ちょっとじゃあ、話をしておきますか、一応。さすが三つ力さんですね。どうやって見つけたんですか？それはもう推理力の賜物ですよね。まあまあ、偶然でしたね。一柳健二の捜索。僕たちが協力するまでもありませんでしたね。そんな本当にありがとうございます。まあその気持ちだけでも。ソーダさんたちはどこを探していたんですか？ちょっと離れたところですけど、日の丸コロシアムのあたりですよ。日の丸コロシアム？日の丸コロシアムって、そうか、あそこか。イベントで人がたくさんいたので、もしかしたらと思って。お祭りですか？いいですね。私も行きたかったな。まあ、今ちょっとそれどころではないですけどね。楽しいよ。出店とか花火とか。花火か。ソーダくんは人混みですぐにへばっちゃってたけどね。花火ってちょっと気になるね。そういうことは言わないでくださいよ。よし、事件解決したら、みんなで行きましょう。花火。これはちょっと気になるな。それにしても、思いのほか早く見つかってよかったです。よかったというと、実はもうすぐサーカスの公演が始まるので。これ以上創作の手伝いができそうになかったんです。公演の準備もあるだろう。悪いことしてしまったな。いいえ、お気になさらないでください。僕ももう一度捕まりたくはありませんでしたし。そりゃそうだな。ケンジさんが見つかって一安心です。
まだ所長さんが有罪だって決まったわけじゃないんですけどね。特に問題は変わってないんですけどね。僕が捕まる可能性がまだ残ってるってこと。まあでも、バンサイさんを、まあ、証人としてね、召喚してると思うから、まあ、何かしら進展はあるとは思うんですけど、そんなの無理無理無理。ニクモくん、からかうのはやめたまえ。まあでも、だから、そのシモンさん、シモンくんさえ見つかれば、まあ、その、一応問題としては解決するんじゃないかなと思うんだけど。ちょ、ミリカちゃんにも話聞きたいんだけどな。ちょ、ミリカさん。ミリカもお友達と一緒に探したんだけどな。ああ、先越されちゃった。お友達と言うと、動物たち、動物たちを、何、自由に歩かせた。立ち見サーカス。確か今日は立ち見サーカスの公演日だったと思うのですが。うん、そうだよ。公演に向けて、ミリカたちいっぱい練習してきたんだ。公演には、サロシロ君も出演するのだろうか。もちろん、無理無理言いながら、すごく練習頑張ってたの。優秀なんじゃないか。本当は。バルーンに乗っていっぱい宣伝してくれたよ。だから、三剣さんも、蒼太くんの勇姿を見に来てね。うむ、事件が無事解決すればな。まあ、見に行きたいんだけどね。なんかそのさ、だって、立ち見サーカスの面々はちょっと、いろいろ思い入れもありますし、ちょっと見て、見たいんですけど。それぞれのね。創作に、動物を使ったと言っていたよ、さか。ラトウとアジゾウも使えば見つけられたかもしれないのに、さすがにそれは。ソウタ君が無理無理って言って止めたんだ。ミリカつまんない。でもソウタ君がいなかったら、今頃大パニックだったな。それこそ事件になってた。ソウタさん、どうして止めちゃったんですか。止めるだろうが。間違いサーカスみたいになって楽しくなるところだったのに。みつるきさん、許してください。いや、間違ったことはしてませんよ。ソウタさんは。ソウタさんのおかげで、一つの事件が、あのね、なくなったというか。シモン君、ゴミ捨て場の方に歩いて行ったって。もう何らかの痕跡が残ってるかもしれないな。調べまー、牛乳、これ完全にこれ、シモン君の牛乳だよ、これ。シモン牛乳だよ。この牛乳パックは、シモン君の飲んでたやつですね。ここでシモン君に何かがあったのは間違いないな。なるほど。で、ここがゴミ集積所だっけ？ゴミ捨て場に鍵がかかっていますね。タワーの関係者以外がゴミを捨てられないんだろうな。ゴミの、収集時間は午前10時と。ここの収集時間は11時。午前11時ね。ゴミがないのはそのせいか。自分が見たときはゴミが溢れ出ていたっす。はぁ。今日は粗大ゴミの収集日だったみたいですね。大きなゴミがたくさん置かれていたっすよ。収集車のプレス機はどんなゴミをペキペキ潰しちゃいます。なんか嫌な予感するね。シモン君もそれに、粗大ゴミと間違えられて。一緒に連れてかれたんでしょ、多分。粗大ゴミの捨て方なんて、なんで三剣賢治が知ってるっすか。あ、もしや、しがらきさんあたりが、三剣さん、獲得計画を遂行すべく、引っ越し手順のパンフレットでも送りつけてきたとか。どういうこと。いや、不気味なほど鋭い時があるだ、ごくごく稀に。糸のこぎり刑事の証言とも合わせて考えると、シモがゴミ捨て場で襲われた可能性が高い。そうだね。持ってかれた可能性高いんじゃないの、ゴミと一緒に。よいしょっつってシモン君も乗せられて、ここなら人目にもつかなそうですもんね。でもシモン君どうしてこんなところに来たのかな。これはわかんないけど、何かを捨てようとしたと考えるのが自然だが、ゴミはトラックが回収していっちゃったからわからないですね。ちょっといろいろ明らかになってきましたね。ちょっとロジック、あ、破裂音と、コロシアムのイベント、ちょっとこれは、いけそうだね。サルシロ君、先ほど花火と言わなかったかね。花火がどうかしたんですか？さっきね、誘拐犯と電話してるときに、
その花火は昼間も上がっているのだろうか。そうですよ。僕たちがいる時も何度か上がってました。ミツルギさん、どうしたんですか？あの破裂音の正体。もしかすると花火だったのかもしれんな。まあでも、花火が聞こえたって言ってもさ、結構花火って音大きいから結構広範囲に聞こえるじゃん。逃げ切るなとは思わないことだって言った時に聞こえたんですよね。どうなんでしょうね。電話が音を拾うぐらいだ。かなり大きな音で聞こえていたのだろう。じゃあ、近めか。ということは犯人はコロシアムの近くにいるということになりますね。とは言っても、花火の音が聞こえるところって広いですよね。あ、私たちだけで探すのは不可能だろうな。警察の手が借りられれば、井戸の子さん、人の子さんがいますよ。あと、お店まで襲われて、出入りした車が、青いトラック。これゴミ収集車なんでしょうかね。だから、ゴミで一緒に持ってかれたんじゃないかと。やっぱそうだよね。あからさまにそうだよね、それは。午前中に広場を出入りした車は、タクシーと青いトラックの2台のみ。この一方のシモン君が襲われたのは、ゴミ捨て場で。そこでは、午前11時にゴミの収集が行われていた。あ、ワワタス、出入りした青いトラックの正体。そう、広場を出入りしたのはゴミ収集用のトラックだったのだ。そうだね。しかしそれにもかかわらず、この情報をくれた警官は、あ、そういえば、そうだね、ゴミ収集車を見たとは言わずに、ただ青いトラックとだけ報告した。職務怠慢です、ゴミ収集車を。そのトラックと間違うなんて。いや、今日は粗大ゴミの収集日だったのだ。あ、じゃあ普通のトラックだったんだ。プレス機のない普通のトラックと大差のないものが来ていたのだろう。まあそれなら仕方ないか。収集車の行くところといえば、ゴミ処理場だよね。もちろんゴミの処分場っす。待ってください。犯人がゴミを収集する人に変装していたんですよね。だったらトラックも偽物です。処分場に行くとは限らないんだよ。いや、ゴミ収集車は本物だったはずだよ。え、どうしてですか？それはこのゴミ捨て場を見れば明らかなのだよ。え、まあ、ゴミが空っぽだったからじゃないの？ゴミ自体が空っぽだったからでは。ここにゴミがあったんだもんね。それがなくなってるから。ってことかなぁ。ゴミがないからかなぁ。え、どういうことだろう。鍵がついてるからかな。お店場には鍵がかかってる。やば、そこか。あ、本物しか鍵を開けてゴミを回収できないんですね。その通りだ。ゴミ収集車は利用されたと考えるべきだろう。例えば大きめの段ボールを用意してシモン君を入れる。それを数ある粗大ゴミたちの中に混ぜておけば。恐ろしいこと考えるよね。ゴミ収集の人が勝手に運んでいってくれるわけですね。その通り。犯人はゴミ処分場で待ち構えていて、間違って捨ててしまったと言って段ボールを返してもらう。この近くのゴミ処分場は、あ、2つありますよ。でもまあ、日の丸コロシアムに近い方として考えるなら、上の暁ゴミ処理場ですかね。これは多分そういうことなんだと思いますよね。コロシアムの周辺、そしてゴミ処理場、ゴミ処分場。当てはまるんじゃないでしょうか。誘拐犯の電話から聞こえた破裂音によって、監禁場所がコロシアムの周辺であることは分かっている。処分場の一つがコロシアムのすぐ近くにありますよ。間違いないな。おそらくシモン君が連れて行かれたのは、あそこだ。ならば監禁場所もその近くに違いない。
糸のこぎり刑事。まあプレス機でね、プレスされる心配はないが、近くに監禁されてるということか。この処分場の周辺の捜索を頼まれてくれるだろうか。そんな頼むだなんて水臭いっす。命令を、いつものように命令してほしいっす。やれと。良いのか。私は今検事ではない。言ったじゃないっすか、刑事は検事のためだけに捜査するんじゃないっす。感謝する。まあ友としてね、友として伊藤さんに命令しよう。やれと。三鶴木さん、見てください、そろそろ約束の時間が。うわーやばい、急いだ方がいいな。三鏡裁判官たちもそろそろ限界だろう。伊藤子さんにかかってるよ。伊藤小切刑事頼んだ。任せてほしいっす。非公式の捜査にはなるっすけど、自分のつてのある警官たちに手伝ってもらうっすよ。私も手伝いますよ。下君を盗み返すのは私の仕事ですから。私は法廷に戻るとしよう。少しは時間を引き延ばすことができるかもしれん。あとは、ん？なんか鳴ってるぞ。二時の鐘か。急がねば。はいっす。ああ、私の工場が自由に飛べる鳥がいる。